庄内らしい山形らしい張り子を目指す張り子マヤがお送りする張り子マラジオ、豪雨災害に遭われた地域の皆様お見舞い申し上げます。もう山形もとっくに梅雨入りしているはずなんですが、なかなか梅雨前線が北上しなくてですね、最近やっと梅雨らしい雨が降るようになってきました。うちのイチジクビワも喜んでいるように思います。おかえりモネじゃないですが、雨雲レーダー見ながら雨が降ってない夜は、町内のパトロールをしていますと言ってもですね、地域安全パトロールのベストを着てのウォーキングなんですが、私の住んでるところは郊外型の住宅地で、ファッションセンター島村があったり、ブックオフがあったり、養子牛があったりするようなところなんです。20年ぐらい住んでるんですが、毎年この季節こんなところまでカエルの声がすんのか、バイパスの向こうの田んぼから聞こえんのかな、雨の日の踏切の音みたいに遠くの音が聞こえてくるのかななんて思っていました。夜ウォーキングをしていると今年もカエルの声が聞こえてきました。ああ気持ちよさそうに鳴いてるな。あれおかしちゃん近いぞ。声の方に近づいていくと、なんとそこは砂利の駐車場、そしてその近くの民家のお庭からも大音量のカエルの声が。そうかここだったか、長年の謎が解けました。お隣にはアパートもあり、結構カエルの声が聞こえるはずですね。まあ、風情といえば風情なんですが、でもうるさいでしょうね。うちから100メートル以内のところ、ここからうちまで聞こえるのは納得。最近空き家を壊してできた空き地も多いので、カエルたちいい場所を見つけたんでしょうね。もしかしたらこの辺のお宅に池もあるのかもしれませんね。音ネタで言うと、数年ぶりに竿竹屋さんの声を聞きました。セリフは昔のままですが、今は女性の声なんですね。さ、梅雨が明ければ本格的な夏ですよ。そうだ、張り子マヤで言うと、画像1枚でオリジナル商品が作れるすずりに登録し、張り子マヤ雑貨部を作りました。 T-MIX や T シャツトリニティも登録してるんですが、すずりの気に入ったところはコップ、グラスがあるところです。小さい頃、夏にジュースを飲むときは花柄や E.T. スターウォーズの絵柄の書いてあるコップ使いましたよね。なんかジュースはついてきたりして、ガンダムとかもありましたね。私の小さい頃は瓶に入った丸善サイダーやキリンレモンをビールみたいにケースで買ってました。コップで言うと日本酒のワンカップやレトロな牛乳瓶なんかもグッときますよね。いやー、瓶牛乳少なくなりましたね。ワンカップも最近はラベルシールを貼っただけのものが多くなりました。ちょっと残念ですね。そんな雰囲気を盛り込んで、張り子マヤコップをいくつか作ってみました。探してみたい方はローマ字ですずりを検索し、張り子マヤ雑貨部を探してみてください。絵付けの合間にデザインしてるんですが、今作ってるのはマイブームのイチジク柄です。お楽しみに。張り子も来年の干支の注文が徐々に入ってまして、日々2人で頑張って制作しております。皆さんお体に気をつけて、そう、水分補給忘れないようにしてください。その時にはぜひ張り子マコップを使ってください。以上、張り子マヤひろゆきでした。